ルパンザサード・ミネ・フジコの嘘は、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世の劇場版、第9作。キャッチコピーは、やばいぜ、フジコ。PG12 指定。原作者のモンキーパンチ没後初の映像化作品となり、スピンオフシリーズ、ルパンザサードの第3作目となる劇場用作品。二千十二年放送のテレビシリーズ、ルパンザサード・ミネ・フジコという女以来に、 ミネ・フジコにスポットを当てている。監督の小池健をはじめ、スタッフは2017年公開の前作、ルパンザ・サードチケムリの石川五右衛門から続投している。2019年5月31日より、新宿バルト9他にて、限定劇場公開。これまでの作品と同様、PG-12 のレーティングが適用された。 2019年4月11日に制御したモンキーパンチを追悼し、本編の最後には、モンキーパンチ先生ありがとうルパン三世を永遠に、というメッセージが映し出される。次元、大助の墓標のゲストキャラクターである、やえる、奥崎、チケムリの石川五右衛門のホークとサリファが再登場した、ことで、ルパンザサードと銘打たれた、作品群が同一世界観を共有したシリーズである。 ことが作中で明示された。本作では、ルパン一味のうち、石川五右衛門と銭タ警部が登場していない。ルパン三世の劇場映画で銭タ警部が登場しない作品は、本作が初めてである。ハードで危険な、ルパンザサードシリーズ、待望の第三弾は、そんなミネ・フジコに、絶対絶命の危機が迫る、ルパンザサード・ミネ・フジコの嘘だ。 映画公式サイトストーリー2019年3月8日、栗田寛一が、モンキーパンチの言葉を改装、宮野守るは、シリーズ初参加の喜び語る映画ナタリー2019年4月24日。ありがとうございます。